大家早安。早安。我跟文当来到我们新家的第一天，东西超多的。新居。耶。引っ越し大変だったな。ね、物がいっぱい。现在到我们家的东西是文当九州，我们两个东西全部搬过来，还有文当自己的东西。那我一个人住在share house的行李还没有全部搬过来。でもここはここでなんかインターネットカフェみたいで好きだな。狭いとこ好きだもんな、ふーちゃん。そう、秘密基地みたい。我们来整理东西啦。みんなに見てほしいものは。何？ルーちゃんの字。なんかルーちゃんっぽい。何？超適当。ルーからのねのが上に行くの。ルーの服。またこれが面白いんだよな。ルーちゃんらしい。割れ物注意ってね。俺はしっかり書いてる。而且还有这个很惊讶的这个符号。刚才我在整理东西，文当去附近便利商店买东西回来了。啊，好的呀。阿里嘎多。我们文当买了厕所用的卫生纸，还有买一堆吃的。よいしょ。まずね、これは自分用。これルーちゃん最近ハマってるって言ってたから。对。悪魔のおにぎり。我最近超级爱吃这个的，几乎每天都会吃。あとこれ俺とルーちゃんどっちも好きだから。啊，阿里嘎多。いやルーちゃんね。疲れるだろうから、これ食べてね、ルーちゃん元気出して、これ終わらせましょうね。頑張りましょう。Let's go。先に私食べたい。现在休息一下，来吃文当买给我的饭团。我最近超级迷这个饭团的，它叫做恶魔的饭团。取这个名字的意思是说，它这个好吃，就像是恶魔等级那种非常好吃的意思。一开始吃我是觉得还好啊，但是就发现会突然的就很想吃它，然后不知不觉就迷上它了。熱っ。朝ごはんしっかり食べたけど、じゃもう昼の時間だね。うん、食べなくなっちゃう。じゃあよ、ウルタン。ウルタンも。やばい、食べると眠たくなった。ダメだよ。元気つけるために買ったんだから。確かに。じゃあよ、ル。じゃあよ、ウンダン。我们文当整理行李，找到一副扑克牌。哇，好厉害哦！難しいわ。好棒啊！好棒！噔噔，我们两个现在东西已经整理到一个阶段了，虽然还没有完全整理完，但是我们今天算是花了一整天，整理了差不多有90%吧。好累。好累。いやね、段ボール開けるのってやっぱ疲れるね。疲れる。で、物をどこに配置するかを考えながらさ。そう。出てくる段ボールの処理も大変だし、結構ね時間かかりましたね。因为我们两个现在肚子太饿了，所以我们两个就叫了外送寿司。平常是不太会叫外送寿司，因为外送寿司比较贵。可是就因为今天我们两个都太累了，我们两个就下定决心要点外送寿司。二人会ってね、初日のね同棲生活なんで。確かに今日初日だな。そうだよ。じゃあ今日はお祝いじゃん。やっぱ理由つけないとね、吸収醤油でね食べようかなと思います。是文当特别从九州买来的九州酱油。期待哦！いやでももう九州醤油からもう逃れられなくなっちゃいそう。もうやばいね。もう寿司が美味しく感じないかもしれないっていうのは二人めちゃくちゃ心配した。なんか前いいねお寿司屋さんちょっと行ったんですけど、あれこれ九州醤油だったらもっとうまかったなって思っちゃったんですよね。めっちゃ思った思った。ネタは美味しいんですけど、九州に染まってしまったな。あとで楽しくみんなに食レポを紹介しながら食べたいと思います。あでもあの頼んだ寿司が飲み物ないから今ちょっと飲み物を買いに行こうかなと思ってて。うん、近くのコンビニで買いたいと思います。行きましょう。イエーイ、レッツゴー。我们点的寿司来了。開けましょう。楽しみやな。久々だね。ね、久々。よわあ。我们两个每次都会点这个炸鸡翅，它这个炸鸡翅呢，虽然没有那种酥酥的，可是不知道为什么，就是我们两个很迷这个。哇，这个是我点的寿司，这个是文当点的寿司，我们两个都有把一些内搭换掉。我们两个每次都有点这一家 Gino Sala， 先呢搭配我们的九州酱油，酱油，酱油入れましょう。哇！いただきます。いただきます。何から行こうかな。甘エビから行こう。うん。九州醤油ね。うん。好吃。
果然就是九州酱油好吃齁。嗯，どれから行こうかな。何でもいいよ。どうしよう。じゃあ先にこれ巻こうかな。いきます。好吃好吃。おー、よかった。九州醤油の味ある？うん、甘い。やっぱり引っ越しは疲れるね。疲れる、疲れるし、なんか体力使うしね。しかも1日使っても終わってなかった。但是搬到新的地方之后更有家的感觉。じゃあルーちゃん、赤いビッコ。うん、いろいろと家具をね、変えていきたいね。確かに、今炊飯器もないもん。うん、なんか前の炊飯器結構安いやつなんだけど、なんかもっといい炊飯器があってもいいかなと思って、うん、前の炊飯器をちょっと売ったんだよね。電子レンジもないから、まあ、ちょっとね、この機にね、いいの1個買って、生活の品質を上げていきたいなと思います。もう、すごい。これからはやることは多いね。家具を揃わないといけないし、部屋の片付けもしないといけないし。確かに。でも正直にすごい楽しみしてるのが、二人が仕事終わってもしかすぐ一緒に帰れるとか、うん、時間があればね。うん、たら一緒にね、なんか外で食べることもできるかもしれないし、一緒にスーパー行くこともできる。確かに一緒にスーパー行きたい。 ね、なんか前熊本の時車があったから、会社の車ね、うん、でも今車がなかったからちょっと少し面倒くさくなるんですけど、でも2人でね、一緒にスーパー行ってなんか食材買って、うん、一緒に家に帰って料理するのがすごく楽しみしてます。俺が車買えばもっと楽しくなるかもしれない。文太はちょっと車買いたいもんな、うん、でも何を買うのはまだ決めてないけど、うん、でも確かに熊本行って車買った方が生活いろいろ便利になる感じがする。そうだね。熊本に行く前に車乗ったことないから分からなかったんだけど、でも熊本に行って車あるのがこんな便利なんて2人ともびっくりしてて、本当なんか熊本の時の生活が夢の感じだもんね。本当そう、楽しかった、うん、今東京にはちょっと熊本と違う楽しみ方なんだけど、うん、でもどっちも楽しいになると思うね。皆様もずっと私たちと付き合って今に至ったんだけど、いろいろあっていつもありがとうございます。ありがとうございます。ウェンダーツーズ様、あー、这个超好吃的。これ超美味しいからね。うん、うまい。これ超级好吃。プリプリ。プリプリ。那个真的超好吃。これからの生活も楽しみしてます。ね、楽しみ。但是我们两个要节省一点。这次搬家过来，我们本来觉得我们已经断舍离蛮多东西的，结果没想到还是有很多自己根本就没有用到的东西。然后今天把一些东西清掉之后，觉得好可惜哦。之后应该要买真的用得到的东西，然后用了之后就要好好的珍惜它。觉得这个可能才是真正省钱的方式，这是我们两个今天想到的事情。結果として節約になるんじゃないかなと思って。うん、なんかちゃんと長く愛用できるものね。うん、なんか前掃除ロボット買ったんじゃないですか。もしその時に妥協してちょっと安いもの買ったら、もっといいもの買えばよかったと多分思うんだよね。うん、でも今回はあの前一番自分が納得できるもの買って掃除してくるの楽しみしてますし、うん、もうすごく買ってよかったなと本当と思う。うん、なんか昔は2人とも学生だった時になんか掃除機だけで2個3個とかあって、でも性能全部良くないんですよ。うん、安いのを3つぐらい持ってて、でも結局ね、すぐ壊れちゃってみたいな。一発ね、納得いくものを買って、でも末永くね、使えるのが一番いいかなと思います。好、那我们两个现在就慢慢的吃晚餐。我们现在还有这么多寿司。之后呢，在东京再拍其他影片给大家看。那今后也请大家多多指教。那まず部屋を片付けないといけないんで。確かにそれは。ちょっと頑張っていきます。那我们下次影片再见，拜拜。拜拜。再见。再见。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。